皆さんこんにちは。今回はキリアスの結婚記念日オーダーリベンジしてみたということで、見ての通り1万円課金してきたので、引き続きこのね突飛のバーストを、狙っていこうかと思います。早速引いてみましょう。うわ、おい、歴戦のキリト出た。めっちゃ嬉しい。嬉しいけどさ、いや、まあ、うん、まあ、嬉しいね。うん。ステージ、やった。超嬉しい。何これ。いやー、ステージ、幸先いいな。いやー、まあ、ステップ5で、まあ、50% なんで、新規2枚が。まあ、やっぱ、突飛の、片手再建バースト来てほしいですね。うん、まあ歴戦のキリト来たってだけで、まあ正直1万円課金分ではさ、普通取れないものだから、まあそれ来ただけですごい嬉しいんだけど、まあステップ2はね、こんな感じ。まあステップ3もね、何かしら既存のスキルで、まあ俺が持ってない、おお、あずきアリス、でもあずきアリスは、あずき探検だっけ。まあ、探検のモッドあんまり持ってないから、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいけど、でも、すごいね。でも、確定枠じゃないのに、こんなに星音がね、新規来てくれるってことは、まあ、実績達成でさ、メモリア書籍代が、もらえるので、それだけですごい嬉しいですけどね。いや、これ何回目だっけ。まあ、とりあえず見ていくか。あ、これが確定枠かな。お、演出ない。なんだろう。なんか普通に嬉しい、これは。ユイだ。パワラで精神統一3。非属性強化。普通に嬉しいな、これは。これは、やっぱり探検の残風か。でもまあまあ、悪くはないでしょう。ステップ4。まあね、かぶりより全然いいので、すごく嬉しいですね。あとは、まあ、ステップ5で片手再建の突飛バーストが来てくれれば何も言うことがないんですけど。まあ、さすがにね、いらねえじゃねえ。新規それぞれね、50% なんで、まあ、2回に1回くらい出るでしょうということで、まあ、ステップ5をね、引けばさすがにもう出るでしょ。これで出なかったら、もしかしたらもう、引退したくなるかもしんないですね。3、4。これ6回目だけど来るかな。いや、来ないよな。だって、7。まあ、そりゃね、やっぱ確定枠じゃなければそんなね、来ないと思うんで。まあ、8。まあ、来ないでしょ、さすがに。9。いや、でも片手再建のマークは出てるけど、バスト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 。演出がない。これが10枚目か。で、11枚目、これ片手再建、片手再建。待って、確定枠で片手再建、来たんじゃねえ。これ、バスト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 演出、そっか、バスト演出ないんだ、そうだ。来た、来たー。来た。課金してよかった、マジか。やばい、1万円よかった、マジで。もう課金できないからさ。いや、もうこれで、本当に最後だったから、よかった。来て、マジでよかった。本当に 50% だったわ、マジで。まあ、これで新規がね、どっちも取って、マジでよかった。これでカオスギョリマイズ周回できるやん。よかった。これはかぶりか。今回の収穫は、ダルマユイと、歴戦キリトもね、来たしね。やべえ、課金してよかった。これもね、来て、1万円でこれだけ成果が出たっていうのはね、まあ、前回ね、爆死したんですけど、いや、ほんとよかった。いやね、
みんなもねぜひね課金して課金なんかね、あの課金したらあんまいいの出ないかなって思ってた時期があったんですけど、まあ、結局、まあ、ガチャなんで運ゲーでしかないっていうことですかね。まあたまたまあの課金してない、あんまり課金してない時にねいいの来た。まあ課金は一応してるんですよ。まあなんていうの、このアルカナジェムパックはあの毎月買ってるんで、まああとはたまにね250ジェムだけもらえるやつをねちまちま買ってはいるんで、まあでもそうですね、1万円入れてよかったな。あー、まじみんなもぜひね、カオスギョリームアイズやる人はねこの突飛のバーストをね手に入れてはいかがでしょうか。まあ突飛だから85層フロアボスでもまあ多分使えなくはないと思うんで、まあどうなんだろうね、これどれくらい強いのか気になりますけどね。まあ実質クリ率 100% と、まあ残属性の敵に攻撃力1500なんで、まあでもね、スキル力 4000% だからね。まあとりあえずね、ちょっとねこれからまあ、使っていこうかと思います。あ、一応あれだな、攻撃モーションをここで、見ていこうかと思います。ガオープリンシパリティと、バーストで、これか。バーストで、絞って、モーションいきまーす。あ、長くすぎはし、なんかさ、直剣のバーストほどなんかモーションが長いわけでもないですね。ちょ、もう一回見てみるか。あーでも攻撃範囲もそこそこなんか当たりにくそうな、当たりやすそうか、当たりやす当たりやすそうな感じなんでよかったですね。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。